ベース吉本は、かつて、大阪府大阪市中央区南波にあり、吉本クリエイティブエージェンシーが運営していたお笑いの、劇場、南波グランド花月の向かい、イエス、南波ビル地下1階にあった、通称、ベース、ベース吉本劇場が入居していたイエス、南波ビル1999年3月に、閉館した、震災橋筋2丁目劇場に続く、 若手芸人の拠点として、同年9月に開館。ベース吉本としては、11年の歴史を刻んできたが、2010年12月3日に、閉館。2011年1月1日、同じ S、ナンバビル5階のワッハホール跡地に設立される、新劇場、ゴーアップ吉本へ移転した。新劇場移転までは、吉本ホール大阪での公演が行われた。ベース吉本は閉館後、 改装されて、新劇場移転の同日より、n m b forty eight 劇場として生まれ変わり、n m b forty eight の初公演が行われた。座席数は二百三十三席で、若手たちが日替わりでライブをするほか、テレビの収録も行われる。主に若年層の観客をターゲットにしている。九百九十九年から二千三年まで、主に所属していたメンバーが、ウエストサイドや毎日放送。 マジスカ。などをきっかけに、関西を中心に、ベース吉本ブームを巻き起こした。2002年には、吉本工業初の3万人、イベント、ベースサマースマイルを開催、一大ムーブメントを起こした。2003年のベースサマースマイルをもって、当時の主要メンバーは全員卒業。この時代は、ベース吉本をゴンキと呼ばれていた。 2007年から2008年3月までのトップ組は3組とも元オーディション組であるという特徴的な軌跡を残していた。2009年には関西テレビで放送されている番組、鉄筋ベースの公開収録を行っていた。また、M-1 グランプリ、R-1 グランプリの予選イベントの大阪地区会場としても使われていた。レギュラー出演芸人1組ごとに、 ロゴマークキャッチフレーズがあった。ふとじは、東京進出、グループ名横には、キャッチコピーを記載している。2000年2001年2002年南海キャンディーズ、ノンスタイル、トロサーモン以外はかつて全員梅田火月に出演していた。わらびーメンバー、プチビーメンバー、オーディショントライメンバー、コンビトリオた多,多数、ピン芸人た多,多数、主なく見た多数会館から2004年9月までは、 出演する芸人を、一押し組、タレントプロデュース組、ガブンチョライブ組、プレステージ組の4段階に分けていた。素人でも参加できる、いわばオーディション。合格すると、毎月1回行われる、プレステージ決勝への出場資格を得ることができるが、決勝で上位5組に入らないと次の段階である、ガブ面にはなれない。別名ガブンチョメンバー、毎週開催されているライブ、 ガブンチョライブへの出演資格を得た10組、プレステージ決勝をパスすると出られるようになるが、毎月末に、プレステージ決勝の上位5組との入れ替え戦、ガブンチョ王がある、かなり守備アなポジション、略、タレプロ組、ガブンチョから卒業するとこのポジションに、単独ライブが行えるようになるほか、定期的に行われていた、スーパーベースライブへ出演できるようになる。 ピラミッドの頂点に位置し、吉本工業が優先的にテレビ等に売り込むことを約束したポジション。2003年のリニューアルで廃止された。過去に一応仕組みだったのは、藤原二丁拳銃、シャンプーハット、陣内智則のみ、来場客が10代の女性が、ほとんどという実態や、劇場周辺などでのファンのモラルの低下もしばしば、叫ばれ、2003年8月にリニューアル。 一押組、タレプロ組とか文ち組の友近が2003年7月27日に WTC で行われたベースサマースマイルをもって卒業20代以上の男性もターゲットに下梅田花月に移動させ代わってベース吉本はより若手の出演機会を増やす劇場という方針転換が図られる。また全体制のタレプロ組から唯一ダイアンが残りトップ体制で 混迷期のベースを支えた。ちなみに、リニューアル時に、新タレントプロデュース組に所属したのは、ダイアン、中山孝太、ストリーク、マラドーナ、大浦舵、キリン、ヘッドライト、笑い飯、ママレンジ、レギュラー、チドリ、ブロンクス、ソラシド、トロサーモン、ジャンクション、天津、ノンスタイル、アジアン、青空、ミサイルマンの20組である。2004年10月、 芸人ランク分けと講演体制をリニューアル。不動のトップ組に、キリン、笑い飯、千鳥が選ばれた。以下、B1 組、B2 組、B3 組のピラミッド構造を取り、入れ替え戦などが行われている。またオーディションも行われている。その後、トップ組に関しては、上記の3組に加えレギュラーも選ばれている2006年2月、ピラミッド構造の体制は崩さずに、 B2B コードを廃止。そのため、ガンガンライブは2月度バトルで決定されたトップ組、B1 組、B2 組の芸人がへがたりなく出演するイベントとなった。B3 組については、今まで通り B3 バトルを行うが1ヶ月ごとのバトルで2回1位を取らない限り、ガンガンライブ出演者と入れ替えバトルが行えないということになり、以前よりかなりシビアになった。 入れ替えバトルは、ガンガンライブ出演者の中からランダムに選ばれたメンバーとバトルをすることになった。2006年6月、銀、シャリが2回目の1位を取り、初めての入れ替えバトルが行われた。銀、シャリは敗れたものの、ガンガンライブ組の実力があると認められ、ガンガンライブ組に昇格した。同時に B3 組だったミサイルマンとジャンクションもテレビ出演の実績などから、 B3 バトルの結果を考慮せずにガンガンライブ組に昇格するなど、このシステムは完成されたものとは言えなかった。2006年8月、プレステージ制が再開され、B3 ライブがコンビ数削減の上、さらにブライブに名称変更された。2008年4月6日、大阪厚生年金会館芸術ホールでのガンガンライブファイナルにてトップ組を含める15組が、ベース吉本を卒業。 ピラミッド構造はそのままで、ガンガンライブを廃止し、ワラビーシステムと改めた。通称、ワラメン、ベースメンバーの一群の位置づけ、全15組によるベースのトップの組が属するシステムのメンバー。この中には、テレビ等のメディアで活躍する組が圧倒的に多い。2009年7月から、従来の15組に5組増やし、計20組が属するようになった。NHK の 爆笑オンエアバトルの出場権と炎上ベースのレギュラー出演の権利があった。通称、プチメン。ベースメンバーの2軍の位置づけ。全10組による各組の1ランク昇降によって、属されるシステムのメンバー。ワラメンと比較し、出られるライブイベントが少なめ。こちらでは、爆笑オンエアバトルの兄弟版番組、爆笑トライアウトの出場権が得られた。通称、トラメン。 ベースメンバーの3軍の位置づけ、その名の通り、わらめんプチめんから降格した組が、もう一度オーディション組としてトライするシステムのメンバー。一度昇級した芸人の組が解散して、再度舞台に立つ場合もここから始まりとなる。また、一般の人でも、料金を払えば一度プロとして所属した芸人と共に、舞台出演のオーディションが受けられるなどの、若手発掘が行われている。 組の中には所属したと認められず、アマチュアとして、ハム等が M-1 グランプリに出場したこともあった。一度こちらに降格した組もわらめん、プチメンと共に、ベース内でわずかなまながら、ライブも行える。なお、わらめんは3ヶ月に一度、プチメンは1ヶ月に一度入れ替えを行うライブを開催している。バッファローゴロー、ハリガネロック、サバンナ、ルート33、田村健二、 十ドル、次長課長、ランディーズ、野生爆弾、剣道小林、フットボールアワー、ビッキーズ、チュートリアル、ロザン、ドイポンザ、ザプラン級、ブラックマヨネーズ、キングコング、ベースサマースマイルレイ2での歌唱時には、ハ金ロック、田村健治、ルート三十三が、東京進出したため、参加していない。ベースサマースマイルレイ03では、上記の三組に加え、二千二年に、 東京進出した次長課長も参加していないベースサマースマイル02から後藤秀樹がベースサマーサマー03でダイアンが参加している。ありがとうございます。